蘇市波野のスズランが見ごろを迎えています。ここ波野では毎年5月中旬から6月の初めにかけて約5万株のスズランが可憐な花を咲かせ甘い香りを漂わせています。北海道などで多く見られるスズランの自生地が阿蘇市波野で発見されたのは昭和49年5月のことで、日本では北海道や中部より北の高原に自生していますが、九州で自生しているのは極めて珍しく、標高約800メートルの小高い丘の斜面に密生しています。現在自生地一帯は熊本県の自然環境保全地区に指定されており、周辺には駐車場と遊歩道が整備されています。この日は天候も良く、多くのアマチュアカメラマンが訪れ、盛んにシャッターを切る姿が見られました。阿蘇市では阿蘇の花暦で波野のスズランがフォトコンテストのテーマの一つとなっています。カメラを片手にお出かけしてみてはいかがでしょうか。